来てるか来てないか分かれば、それ以外何もできない。
しました。それでは、FIFA 女子ワールドカップカナダ、2015、準優勝で、終えて帰国してまいりました。これより帰国報告記者会見を、始めさせていただきます。まずは、日本サッカー協会、女子委員長、野田明美より皆様にご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。日本サッカー協会女子委員長の野田です。本日カナダより、日本チーム全員無事帰国いたしました。成績は皆さんご存知の通り準優勝ということで、帰ってまいりました。キャプテンはとても責任感が強いので決勝戦の後、申し訳ないという言葉を口にしていましたが、選手は本当に、一丸となって最後まで戦ってくれたと思います。現地の方、現地でたくさんの方々に助けてもらったり応援したりしてもらいました。それから日本からたくさんの人たちが駆けつけてくれました。それと日本でも多くの方たちが応援してくれていたことを聞いています。1ヶ月以上にわたる間なでしこジャパンを応援してくれた全ての方々にこの場を借りて、お礼を言いたいと思います。どうもありがとうございました。それからこの灯火を消さないように今後私も責任を持って女子サッカーの発展それから普及、そういったものを選手の涙を無駄にしないようにしっかり考えていきますので、今後ともどうかご支援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは佐々木監督お願いいたします。皆さんこんにちは。準優勝という結果のもとに帰国いたしました。本当に、我々、ファイナル、そして前回の覇者として、優勝を目指したわけですけれども、本当に一戦一戦、各国レベルが高くなり、一戦一戦、勝ち得ることも容易ではなかったことは現実、皆さんも、見ていただいて分かるところ、しかし選手たちの粘り強い、戦い、そしてやはりファイナルに組んだという思い、それが叶いまして、本当に、素晴らしい選手だったと、本当に嬉しいのを覚えているものでございます。ピッチならず、この活動により様々な生活の中でも非常にチームワークよく生活をし、そして準備をし、やってきました。そしてまた、メディカル、運営スタッフ、コーチングスタッフ、三位一体一生懸命ですね、選手のサポートということを念頭によく頑張っていただき、さまざまな故障をしながらも復帰をし、活躍をしてくれたということにもあり、本当に関係者、並びにスタッフには感謝する次第です。そして、何よりも多くの日本の皆さんが我々に大きなエールをいただいた、それが本当にパワーにもなりました。本当にご声援ありがとうございました。また、なでしこの未来もここにとどまらず、やはり未来を向けてまたスタートする一歩に今日から始まると思います。本当にご声援ありがとうございました。それでは宮本キャプテンからも一言お願いできますでしょうか。こんにちは。今日はお集まりいただきありがとうございます。これまでチームを支えてくださった関係者の方、また一番サポーターの皆様にチームを代表してお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。結果は準優勝という自分たちが目標としていたものに一歩届きませんでしたが、できる限りのことはチーム全員でできたと思っています。今後とも女子サッカーのために、一旦チームはバラバラになり、それぞれの場所での活動になりますが、女子サッカーの発展のために女子サッカー選手として頑張っていきたいと思いますので、それでは質疑応答に入らせていただきます。ご質問ある方は挙手にてお願いいたします。はい、まずは代表質問を担当します日本テレビアナウンサーのラルフ・スズキと申します。よろしくお願いします。まずはお帰りなさい、そして準優勝おめでとうございます。佐々木監督、空港での声援もすごかったと思います。この1ヶ月間日本国民はなでしこの戦いに歓喜し、あるいはその決勝戦ではその悔しさを共有してきましたけれども、改めてこの準優勝という結果をどのように受け止めていますでしょうか。
まあ、前回の覇者とはいえ、やはり優勝というものは世界を通るというか、本当に難しいことは選手もスタッフもあっている中で、やはりそれにチャレンジを受けたわけですけども、いずれにしても、決勝においては大差はつきましたけれども、いずれにしても本当に最後最後まで選手たちよく頑張っていましたし、そういった意味で、終了ポジションが決まった時にはですね、非常に悔しさもありましたけれども、逆に言うとそれよりも、よく選手を見たここまでやってくれたなという、すがすがしさもやはり自分は正直ありました。そういう意味でも、こういった経験というものをやはり次の楽しみにもつないでいかなきゃいけないと思いますし、改めて、あんまりすぐは次の楽しみのスタートじゃないかなと感じる試合です。宮間キャプテンに聞きます。改めてこの準優勝というのは、今後のなでしこにおいてどれほど価値のあるものなのか、そしてご自身では試合後はやりきった、悔いはないという話をしていましたが、少し経ってこう少しもう少しああいうことできたなとかいうその感情というのは芽生えてきているんでしょうか。そうですね、試合を見返して、でもその時にできる最良の判断だったり最良のプレーを全員でしたと思うので、そういった意味での後悔はありませんし、とにかく最後までチーム全員走り切れたと思っています。佐々木監督、まずは一言お休みしていただきたいという気持ちはあるんですが、一方で来年のリオへ向けた戦いがもうまたすぐそこまで来ていますけれども、改めて監督のその続投意欲と、そしてそのリオへ向けたその戦いの意気込みというのを聞かせてください。もう本当にね、選手たちのなでしこリーグはこの週末から始まって、本当に帰国早々ですね、また各チームで戻って、次の試合の準備をしないといけないという、まあ、本当に時間的な要素など大変な状況なので、本当に選手もね、これからまた怪我をしないように、少しコンディションの状況もね、非常に気になるところで、まあ、僕の今日週間というのはですね、まず今、選手たちの週末のゲームが一番気になる。そして直面する東アジア大会がありますので、そこの準備のために視察等をしっかりしながら、まずは自分の契約内の仕事をしっかりした後にですね、次があるかなと思います。最後に宮間キャプテンに伺います。決勝前日にはこのなでしこをブームではなく文化にしたいという話もありました。非常に印象的だったんですが、今日7月7日は七夕の日でもありますが、将来のそのなでしこに向けてどんな願いをその短冊に書きたいと思ってらっしゃいますか。あまり天気が良くないので書くのが分からないですけど、とにかく女子サッカーらしく、今サッカーを始めようとしている少女たちであったり、やっている少女たち、それから頑張っている、選手たちがきちんとこうサッカーを最後まで頑張れたと言えるような環境であったり、また私たちをこう目標に頑張ろうと思ってくれる選手たちが最後までサッカーできるように、サッカーが文化になっていけたらいいなというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。では他にご質問ある方、挙手にてお願いいたします。では一番右の、続いて TBS テレビです。よろしくお願いいたします。また貴重なお時間ありがとうございます。準優勝本当におめでとうございました。今回連覇こそ逃したかとは思うんですけれども、代わりに得られたと感じるもの何か教えてください。まず佐々木監督から。そうですね、やはりここまで、僕自身2008年から監督北京オリンピックから始まった中でですね、積み重なってきたその経験ある選手とともにですね、ここまでやってきた中で、世界で3大会通用したということ、そして改めてこれから世界に変わるということ、そんなことを確認して、今後のなでしこというものの中でもですね、
相対的に少し継承していく大きな大会だと思います。ありがとうございます。三山選手はいかがでしょうか。はい、一番欲しかったワールドカップを手にすることができなかったので、その代わりになるものは何もないと思います。ありがとうございます。次の質問ですが、今大会を一言で表すとすると一体どういった言葉に集約できるでしょうか。佐々木監督お願いします。そうですね、攻守に足もするということを継続してきた、力となって、今回の準優勝を回ってきたのではないかと思います。しかし次に世界を目指すにはそのプラスアルファが必要だと思います。そのプラスアルファをもう少し検証して、しっかりと積み上げていくという項目をつけていかなきゃいけないと思います。三山選手、ニヤッとさせてしまってすみません。お願いします。一言ですよね。一言じゃないんだな、はい、すみません。結果こそ届かなかったですけど、やっぱり目標であったり、仲間を信じる力が、すごく強かった。またそれを、強く感じた大会でした。その仲間にとっての三山選手はどんな存在だったとご自分では思いますか。わからないです。聞いてみてください。ありがとうございます。では次の質問に入らせていただきます。質問ある方挙手にてお願いします。前方の男性の方お願いいたします。質問1回につき1つでお願いします。前方の男性の方ですね。すみません、共同通信の出島と申します。佐々木監督と三山選手に、お伺いします。ちょっと先ほど契約の話も多少出ましたけれども、まず、気が早いかもしれませんが、リオ五輪に向けた戦いというのが、始まると思います。今後その第4チームがリオ五輪に向けて、自分はどういうふうに関わっていきたいか、どういうふうな働きかけをしていきたいかというお気持ちが、あれば教えてください。なでしこにとって次のリオも、実際には前回ロンドンで銀メダルですから、そういう意味では金を狙うということにも間違いないと思いますけれども、それはまた日本の皆さんもそういう答えがあると思いますし、そこがあってスタートになると思います。これまで通り、次選手として、日々を本当に大切にまずは頑張っていこうと思います。ありがとうございます。次のご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、前方の男性の方ですか。ヒントでしょうか。フリーランスのマッスといいます。宮脇キャプテンお願いします。先ほどの女子サッカーをブームではなく文化にという、話がありましたけど、これだけ多くの人にもう浸透していて常に文化じゃないかという気がするんですけど、宮本さんご自身は今どういうふうに実感を持たれているかということと、もしまだ違うということであれば、宮本さん自身はどういうことをすればどんな形になるんでしょうか。はい、まず一人でも多くの方にそう言っていただければとても嬉しいなと思うのと同時に、とはいえ2011年でワールドカップ優勝して以降、たくさんの方に関心や興味を持っていただいて、注目していただきながらも、日本の、国内の女子リーグで、なかなか観客が増えない、また減ってしまっているような状況もありますし、大きな大会があるたびに注目していただいているというふうには感じますが、とはいえ私たち自身は結果を出し続けなければすぐに離れて皆さん離れてしまうんじゃないかという不安を選手としては抱えながら戦っています。なのでそういった不安
次のご質問あるでしょうか。ではこの2つで終了しましょう。まず手前の男性の方でしょう。 NHK の古川と申します。よろしくお願いします。監督と宮本さんにお伺いしますが、先ほどそのマリオのことになるんですけれども、その再び世界一に立つために、今後さらにここを伸ばしていく必要があると今回感じられたことがありましたら教えてください。まだリオの切符を手にしたわけではなく、やはりアジアでの2枠というのは非常に厳しいプレッシャーのかかるという予選でして、でまたこの世界を確認したところの中では、やはり個の質というものと個の判断、この質をやはりもっともっと上げていかないと、それをグループにして、なでしこらしい、連携連動するというところのパワーがさらに上がるということですから、この質というもの、これはやはりいろんな側面からやっぱり一つの質をやっぱり上げていくということが重要だと思いますね。最後に女性の方の中に。監督が言われたように、この質も自分は強く思いますし、それに加えてそこが上がれば常に自信を持って試合に臨むこと、私たちはいつも世界ナンバーワンやナンバーツーときちんと戦えるんだ、またはナンバーワンになるんだ、なれるんだっていうところの自信を持つことだと思います。すいません、フリーライターの柳井と申します。野田委員長と宮間さんにお伺いしたいと思います。前回の優勝からこの4年間までの間で、環境女子サッカーの環境改善された面もあると思います。その中で、今回この3大会、五輪含めて3大会連続決勝に進出できた、バックグラウンドとして大きなものだったと思うことと、あとこの先の未来に向けて、ここは足りなかった、ここを環境として改善してほしいと思う点をそれぞれ教えていただけますか。すいません、バックグラウンドと言いますと、ごめんなさい。環境面ですね、女子サッカーのサポート体制、特に JFA が取り組んでいること的なものをお伺いしたいと思います。はい、2011年の前から海外に選手が行って、海外の選手とやるという環境を少しサポートしたりとかっていうことをやってるんですが、基本的にはやはり選手一人一人の意識がすごく高かったっていうところが私の一番のバックグラウンドかなとは思っています。それが3大会連続で決勝まで行ったっていうことと、あと、日本の方から私もカナダに行って韓国の方と話したんですが、やはり今の日本の女子サッカーのスタイルというところは世界でも高く評価されています。それを貫いてきたというところが、大きかった。その選手たち自身が自分たちで小さいけど大きな相手に戦うというところの一つずつ武器を増やしていったところが3大会連続で決勝まで行けたというところの大きな要因だったかなと思います。そういった結果の中で今度環境面になりますけど、環境のところはすごくちょっとずつですけど良くなっている部分というところはあると思います。チーム数が増えたり、それから、待遇の面だったりというところでは増えたところがあると思いますが、先ほどキャプテンが言ったようにまだまだそれを選手自身が感じていないということは、まだまだ私たちのところのサポートが足りないというところだと思います。今後はそういった成績に、せっかく出してくれた成績に応えられるような、そういった施策、これから先見の目を持って次どういう方向で進んだらいいのかというところを真剣に取り組んでいくところは必要だと思います。で、環境面に関しては育成のところ、もうちょっと下の世代のところの受け皿というところが一番大事になってくるかなと思ってますので、こういったやってくれたことに対してのその報いをなんとか形にとは思っています。はい、日々本当に夢中になってボールを追いかけているので、なかなかそういったことを広い視野で考えることはなかなか難しいんですけれども、とはいえなでしこジャパンの今回のことに関して言わせていただければ、数は少なくとも充実した合
こは私たちも、意識を高く持って、その少ない数日ですけど、その時間を大事にできたこと、そういう時間を設けてもらえたことかなと思います。それから足りなかったことは、それと裏腹に、もう少し一緒に過ごす時間であったり、試合をこう行わせていたら、また違った経験ができて、また新たな機会になったのかなとは思います。ありがとうございます。以上で、会見は終了いたします。お過ごしながらお集まりいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。